ました。男性は、男から、給与未払いの、借金をなくすために殺そうと思った、伝えられたことを明らかにし、金ズニトラ、ルが動機の一発ではないかと指摘しました。10日殺人未遂の疑いで逮捕されまし、男性は、宮野脇容疑者が以前経営し、いた社の同僚で、栗東市の路上で渡さ、たみ、元入りのタバコ一箱を、翌日にか。使用義を認め、1本につき 0.3 グラから 0.5 グラムの水銀を注入したな、と供述しているということです。ことで被害に遭った37歳の男性が、NK の電話取材に応じ、封の切られた区は、式のタバコを、たまたま買ったからと、渡された。その場で吸うと宮野脇容疑者は、こちらを凝視していたと、当時の状況に、いて語りました。男性は渡されたタコに満ちかけて14本吸いましたが、こ、かん、いたが続きうまく喋ることもでき、く、たということです。タバコか、は、液体が流れ出るなど不審、点もあり、男性がその後宮脇容疑者をと、詰めたと、うことで、その際の様子について、9、顔色が変わり、殺そうを思ったと言われ、また、一緒に働いていた時支払って、買った給与などの借金をなくすためだ、などと伝えられたと話していて、金銭、ラブルが動機の一発ではないかと指摘し、した。男性は、水銀と知った時、お覚悟した。逮捕されたことには、しているが、元同僚に、とんでもな、